はい、笹川です。連休皆様、いかがお過ごしでしょうか。私のはデバッグ一生懸命やってまして、エドリスエディターですね。イザスイス付属の CUI エディターなんですけれども、バージョン5.26でほぼこれでバグはないんじゃないかなと、多分ないんじゃないかなっていうレベルまで来ましたんで、ご紹介します。前から付属しなんですけどもね、コマンドをだいぶ充実させまして、ほぼ、エドウィンと互換じゃないかと思うんですけどね。それから、あと細かいところでね、バグがあって、1行が1つの画面内に収まらないときにこう飛ぶんですけれども、次のページに。ここのところにバグがあってね、直してました。あとね、あんまり使わないかもしれないけども、エスケープキーで、ワード単位でのスキップができます。エスケープの F で、ワード単位でスキップですね。エスケープのバックすると逆にいきます。あとは S 式単位での移動も入れたって、エスケープの、コントロール F で、こう進むようになってます。逆にエスケープのコントロール B で戻りますね。 B キーがね、どうもなんか反応が悪くてもたもたするんですけど、ちょっと原因不明で、そんなことで S 字単位の移動とかも入れて、ほぼエドウィンコンパチ、Emacs のサブセットみたいな感じですね。あと何だろうな、あとは普通に Emacs なんかと同じなんですけれども、例えば、カット&ペースなんですけれども、エスケープの、キャロットで、マークでこうすると、カーソル下に動かすとこうセレクトした範囲では反転します。でこれを切り取るには、コントロール W で、切り取られて、バッファの方に回ってます。それで、で復活させるのはヤンクですね。コントロール Y で戻るとか、この辺は Emacs と、使い勝手を同じにしてあります。そんなですかね。それと前にも言ったように、こう、ここの、ね、アイスリスプのスタンダードの、組み込みに関数に関する知識はみんな教えてあげてまして、エスケープの i を押しますと、例えばこういう the のところに合わせて押したので、the というシンタックスに関しての説明が、出てますですね。こんな感じで、いちいちドキュメントを、参照すると面倒くさいもんですんで、アイスリスプの最低限の知識は教えてあります。インデントもね、だいぶ改良して、オートインデントです。例えば、ここのところちょっとインデント直すとかってやったら、こう、ちゃんと、なるようになってますんで。で、わざとずらしてもタブキーで、適切な位置に、行くようにしてあります。はい。そんなことで、多分いいと思うんだけどな。なんかまたあったら、バグっぽいのが、バグだよってのありましたら、一数のところに、書いておいてくれれば対処しますので、よろしくお願いします。で、記念に、こんなのを書いておきまして、ピーターのところに今の作ったお話なんかも、日本語で入れておきましたんで、もしご興味ありましたらお読みください。それじゃあ。